はい、皆さんこんにちは。今回は5社制で守りきれをやっていきますよ。皆さんお察しの通り5バックです。なんだよネタ買いかよって思ったそこのあなた、まあ否定はしません。すでに坂つくマスターの称号は持っていかれたんで、のんびりやっていきますよ。ネタ買いとはいえやるからには本気ですよ。いつだって本気でギリギリで生きています。5321か5421かはその時次第なので使い分けていきたいと思っています。このセットはボランチがマシなので、武士やカダルドを取ってボランチ補強は完了したいと思います。遺跡リスト渡辺セット出るなよ。ファイブバックにするにはディフェンス陣が脆弱なのですぐに補強したいですね。残念、またトニーがいませんね。このセットは日本人スカウトは役立たずしかいないので不安しかありません。かといって海外ばかりにしても補強できないので半分積んでます。通常プレイならケンデスがいるだけでルンルンなんですが、1年では意味がありません。国鉄男はまだいいんですが、もう一人の国内はダメです。スカウト交代を視野に入れて安いやつにしました。ザンベルトは海外一本釣りや海外レンタルに活躍してもらいます。今回はウシアにしてみました。そんなに何回も被らないですよ。フィジカルキャンプに行きます。初期面の何人かはしばらく使うでしょうから、ウシアはずっと使うしね。またです。今回はやめてほしかったハズレセットです。もうボランチはいりません。まあ取るけど、上から4人とも取ります。他の選手も交渉だけはします。取らないけど。一本釣り行ってました。全滅です。いわゆる坊主です。広島は売れ行きが結構いいみたいですね。いつもの4人です。いつもの遺跡リストを空にした成果が出たようです。すごくいい選手ではないですけど、使えそうな選手が2人もいました。センターバックとミッドフィルダーを取ります。5バックにするにはまだ足りません。人数は足りてますけど。また全滅です。やっと1人目の一本釣り成功です。なんとか開幕までにゲットできました。全体的に高いが仕方ありません。強いですから。まだ移籍金が安いので助かっています。ここからは海外は移籍金の高い選手をレンタルで狙います。相変わらず国内はダメです。なんとか頭数は揃ってきました。ほとんど移籍リストですけど。また移籍リストに使えそうな選手が、まあ先ほどの2人と似たような選手ですけど、もちろん取ります。まだ J リーガー1人もいませんしね。始まってしまいましたか。フォワード以外移籍リストからの拾い物ですけど、その割にはいいんじゃないでしょうか。ワントップにするしか選択肢がないですが、海外はフリーキッカー狙いなのでもうフォワードは取れません。登場セットなら良かったんですけどね。
いきなり食らいついていきましたね。いいんじゃないでしょうか、5バック。またもや全滅です。これまでで一番ひどいのではないでしょうか。おそらく彼もダメでしょう。知ってた。散々です。そろそろ選択肢も少なくなってきました。誰も来てくれません。今回はひどいです。引き分けが多いものの負け数はたったの1です。本当に5バックいいんじゃないでしょうか。少し手応えを感じ始めています。だいぶ初期面が減ってきました。あとわずか。早く総入れ替えしたいものです。まあ能力自体は強めの初期面と変わりませんが。サンガからの引き抜きはまだ早かったようです。ほんとそろそろ来てもらいたい。やっと来てくれました。合流は5月ですけどね。こいつも俺を頼ってきやがった。もちろん成功。モチベーションがすごいことになった。これって毎回あるのか。ついに一本釣り諦めたよ。全然ダメだから。リストもダメだけどね。オイリスを軽くひねったところで一巡した後の順位を確認しよう。勝ち点差は13。負けていないのは評価できるが、 J リーガーがいれば一つか二つは勝ってたんだろうか。来月にはカストロマンが来るし、 J リーガーも2人くらいは取るお金は残っている。積極的に補強していきたい。サンガとまたも引き分け。今月も1敗しかしていない。5バック本当に使えるのかも。まあ失点が少ないわけではないが。待ってたよ。ここからはキッカーは彼のものだ。プシアよりちょっといいだけか。いつもの優秀詐欺だったよ。今月も1杯だけ。本当の本当にいいんじゃないの。5バック。ここでついに
待望の J リーガーが。と言っても野沢だけどね。まあ今のメンツよりは上だよ。せっかくの J リーガーだしね。最初で最後の。軽くオイリスをひねったついでに前半戦終了後の順位を確認しようか。あるよこれ。京都と勝ち点差6、次の対戦で勝てばその差3だよ。たまに強いフロンターレが邪魔だけど、そのうち落ちるでしょう。来たよこれ。5バック、いや5射精いいのかも。5射精で守りきれの回がなんと最後の章になっちゃうかも。この中断中にきつい練習させるよ。連携を深めるためにキングストンにも行くつもりだ。今のところ白線1本だけか。北出選手を取りたかったんだけど、キャンプを優先して諦めたよ。年俸が半年分上乗せされるからね、足りなくなっちゃうよ。ぐんぐん追い上げてるよ。この金額でこのメール、嫌な予感しかしないね。いいタイミング、早く移籍リストが見たくなったよ。足りねえ、まだ足りねえ。まあ仕方ない。当然連携重ね掛け、まあそんなに期待していないけどね。白線が少し増える程度だろう。それで十分だよ。嘘つけもしかしたらと思って再確認しに来たが、1本たりとも増えてねえ。まあ内部的には変わってるんだろうけど、変わってないと許さないけど。こんなことなら国内で朝倉取ってりゃよかった。絆パワーとは一体何かね。気を取り直して、最初で最後の J リーガー合流です。彼の加入によりサイドハーフの中盤が組めるようになったんだよね。今までサイドは側面しかいなかったから、試合にも使ってなかったから成長もしてないし。勝ったよ、三ガニ。これで首位と勝ち点差3、射程圏内だよ。今頃彼変な儀式とかしてなきゃいいけど。あのあとボロボロでした。これはいいよ、獲得しよう。すぐに気づいたんだけど、お金がやべえ。直前の試合に勝って多少お金は増えたが、
これミスったらまたオイリスに行っちゃうよね。足りねえ。まだ足りねえ。いけた。まさかのスカウト予想より下でいけた。これでさらに戦力アップ間違いなし。はあ？まあ今さらお金はいらないから別にいいんだけど、オイリスに行かれるというリスクしかなかったわけだ。あぶねえ。またまたオイリスを軽くひねったところで運命の順位を確認。勝ち点差8。次の最後の直接対決次第で終わっちゃうね。まずいまずい。負けたら終わりだよ。勝たなきゃダメなんだよ。もはやここまで。というわけで最終成績、勝ち点差19。一気に開いちゃったね。緊張の糸が切れたんでしょうか。結果惨敗。3巡目まではかなりいい感じだったんだけどね。しかし5バック、いや5射精にかなり手応えを感じたチャレンジだったよ。今回結局ほとんど5-4-1だったんだけど、得点力はトップだったからね。ワントップの可能性を感じるとともに5バックの守備力も知れたよ。全く役に立たないってね。ただせめて2人だけでもセンターバックが J リーガーだったならまた結果も変わったかもしれない。安永が取れていて2トップだったらどうだったのかというのも気になるね。今回最大の発見はこのヘイルズだったよね。彼のような決定力の高い選手を取れれば5バックも生きてくるのかもしれない。結局今回は J リーガーが1人しか取れなかったんだが、センターバックとサイドバックで数人 J リーガーが取れれば面白いかもしれない。登場セットなら外国籍と2人で2トップを組むのもいいかもしれないし、伊藤セットなら安永あたりを狙ってみてもいいだろう。何にせよ次回も5射線システムでやってみるつもりだ。選手の成長具合を見ていこうか。こうしてみるとほんと弱いな。よく2位に入ったよね。ちなみにカストロマンがいないんだけど、その理由は最後に。彼レンタルだけど大丈夫？
儲かっちゃった。